市民スタッフの西岡です。4月に入り就職や進級、進学、人事異動などで環境が変わった人も多いかと思います。中には新生活に慣れず緊張や疲れが溜まっていたり不安を感じ悩んでいる人もいるのではないでしょうか。今回はそういった不安や悩みの対処法や相談先について健康推進課保健師の川口さんに伺います。川口さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、まずはこちらのグラフをご覧ください。これは何のグラフですか？はい、これは過去2年間に自殺で亡くなった人の数を表しています。令和2年の自殺者数の合計は全国で 21,081 人、三重県では336人となっています。人口10万人あたりの自殺者数を割合で示した自殺死亡率を見ると全国では 16.7 人、三重県は 18.9 人です。三重県は全国よりも高い数字になっています。三重県は自殺で亡くなる人が多いということですか？そうですね、辛い数字なんですが、これが今の三重県の現状です。また厚生労働省の統計データなどから自殺未遂で救急搬送された人は亡くなった人の数倍いるということが分かっています。それだけ悩みや辛さを抱えている人がいるということですね。そうですね。ところで西岡さんは辛いことがあったときやストレスを感じたときどのように対処していますか？私は誰かに相談をしたり好きなものを食べたりしていますね。そうなんですね。私はスポーツなどで体を動かして発散しています。このように悩みがあるとき辛いときの対処法は人それぞれです。自分なりの対処法を見つけておくことが自分自身のストレス発散やメンタルヘルスを保つためにも大切です。対処法が思いつかない人はどうすればいいですか？中には我慢をしてしまうという人もいると思うのですが。時間が解決してくれるという悩みや辛さもあるので、しんどい気持ちが次第に解消されるというのであれば我慢しても問題はないと思います。しかし辛い時にただ我慢をするというだけではいずれ限界が来てしまう可能性もあります。そのため普段からいろいろな対処方法を考えていくことをお勧めします。今日はストレス解消に効果的と言われているものをいくつか紹介します。まずは体を動かす。運動にはネガティブな気持ちを発散させたり、心と体をリラックスさせ睡眠リズムを整える作用があります。無理のない範囲ですっきりしたと感じるぐらいを目安に運動してみてください。次に今の気持ちを紙に書いてみる。文字で書いてもいいですし、イラストや漫画、落書きでもいいです。とにかく手を動かして書くということが重要です。自分の抱えている気持ちを客観的に見ることで焦る気持ちが和らいだり、新たな選択肢に気づくことができます。次に腹式呼吸を繰り返す。不安や緊張が強くなると呼吸が浅く早くなり、心臓もドキドキしてしまいます。そんな時こそ意識して深呼吸してみましょう。深く呼吸をすることで副交感神経の働きが高まり、リラックスすることができます。おすすめは自然豊かな環境でゆったりとした呼吸をすることです。次になりたい自分に目を向ける。問題を抱えているときは自分の弱さや欠点に目が行きがちです。まずは今自分ができていることを意識的に思い浮かべてみましょう。そしてこんな風になりたいなという理想の自分をイメージしてみてください。そのイメージに向かって今の自分にできることから始めてみましょう。次に音楽を聴いたり歌を歌う。音楽は自然に人の心と体を癒してくれます。その時の気分に合った曲を選んで音楽に浸ってみましょう。
歌うこともおすすめです。歌うと呼吸が深くなるので、先ほど紹介した腹式呼吸も同時にできますよ。そして失敗したら笑ってみる。笑いは心を軽やかにして辛い日々を乗り越える力をつけてくれます。もし失敗してしまったら、自分を責めたり恥じるのではなく、やってしまった自分を笑い飛ばしてしまいましょう。これら6つの方法は厚生労働省のホームページ心もメンテしように紹介されているものです。今回紹介したもの以外にも心をケアする方法が載っておりますので、参考にしてください。また3月の特集では、心の健康大丈夫？というタイトルで、心の健康に関しての質問に上野病院院長の平尾先生に答えていただきました。伊賀市公式 YouTube チャンネル忍者市チャンネルでご覧いただけますので、合わせて参考にしてくださいね。すぐにでも始められそうなものばかりですね。中には私のように誰かに話を聞いてほしいと思う人もいると思うのですが、そういう人が相談できるところはありますか？はい、休日や夜間も相談できるところを中心に4つ紹介します。まずは心の健康相談統一ダイヤル、電話 0570-064-556 行おう守ろうよ心。こちらの番号は三重県内のみ受け付けており、平日は午後4時から午前0時まで、土曜日曜日祝日年末年始は午前9時から午前0時までです。次に三重いのちの電話、電話 059-221-2525、 受付は毎日午後6時から11時までです。次にいのちの電話の相談、電話 0570-783-556 悩み心、毎日午前10時から午後10時まで、またはフリーダイヤル 0120-783-556 こちらは毎日午後4時から9時までと、毎月10日のみ午前8時から翌午前8時まで受け付けています。次に寄り添いホットライン、フリーダイヤル 0120-279-338 つなぐ支える、24時間受け付けています。続いて子どもを対象とした相談窓口を2つご紹介します。まずは18歳までの子どもを対象としたチャイルドライン、フリーダイヤル 0120-99-7777 毎日午後4時から9時まで受け付けています。そして子どもの SOS 相談窓口、フリーダイヤル 0120-0-78310 悩み言おう、こちらは24時間受け付けています。なおこれら2つの番号は IP 電話からはつながりませんので、ご注意ください。このほか SNS からも相談ができます。詳しくは厚生労働省のホームページ守ろうよ心をご覧ください。ここ1年ほどはいわゆるコロナ疲れもあり、思うようにストレスが発散できず苛立ちを抱えている人も多いと思います。辛い時には自分でできる発散方法を試したり、それでも解消しない時にはぜひ誰かに相談してみてください。わかりました。川口さん、最後にお問い合わせ先をお願いします。はい、お問い合わせは健康推進課、電話 22-9653、ファックス 22-9666 までお寄せください。川口さん、ありがとうございました。ありがとうございました。